すみません。おうおう、なんだ急に。電話なんだから荒らさんといてくれ。あ、いや、あ、カメラ、ほら早く止めなさい。いや、撮影のために電話させてもらったTM ポジションの村田ですけど。あ、テレビ局の人がね。あ、はい、すみません。もうちょっと早く行ってくださいよ。あ、はい、すみません。あ、今日はよろしくお願いします。あ、これはこれはご丁寧に、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけれども、何かの事件ですか？残念な犯行で。殺人ですか？そうです。昨日ここでゴキブリのゴキヒロシさんが何者かに踏んづけられて死んでいるのが発見されたんです。ゴキブリですか？そうです。発見された時にはすでに死後2日ほど経っていたと思われるんですが。はあ。ヒロシさんには奥さんと2歳になる息子さんがおりまして、残された家族のことを思うと。犯人の手がかりみたいなものはあるんですか？ええ、おそらく犯人は何の目的もなくヒロシさんを殺したんでしょう。ということは無差別殺人、虫ですか？でしょうね。はあ。凶器とかはあるんですか？そこなんですよ、問題は。はい。しかし今日の調査でかなり詳しく買ってきました。あ、そうなんですか？はい。凶器はスニーカー。はい。サイズは26センチ、ニューバランス704モデル。そんなことまでわかるんですか？任せてください。 FBI 帰りの私にとっちゃこんな調査朝飯前です。頼もしいですね。警部さん。はい。足のサイズっていくつですか？私は26ですけど。あ、偶然ですよ、偶然。そんなね、偶然ですよ。ですよね。すいません、なんか。うん、この靴人気あるんだな。で、3日前の夜何してたんですか？カムエは飲んでました。あ、そうですか。私疑う気ですか？いや、そんな。警部さん、足にゴキブリ！ゴキブリ？どこ？バッキン！ちょっとそのテープ売ってくんない？あ、いくらでもあるからさ。いや、ちゃんと局に持って帰ります。面白いの撮れましたし。あ、そうだよね。あ、あれ UFO。 おい、待ってください。待って、ちょっと待ってください。